2015年8月、世界平和統一家庭連合への名称変更が認可されました。日本統一教会創立から57周年を迎えた2016年、ソンファ4周年とともに、私たちは今家庭連合の責任と新士族メシアの使命を果たす時を迎えています。俺って言うけど誰だろうな、名前を言うけど息子かな、助けてあげたい親心、危ない危ない、それは詐欺、出てはいけない、その電話聞いちゃいけない、その話、電話はいつでも留守番電話、必ず確認合言葉、お金は絶対渡さない。